ウンベルトエイコ、ウンベルトエイコ、1932年1月5日から2016年2月19日は、イタリアの小説家、エッセイスト、文芸評論家、哲学者、記号学者、イタリア共和国功労勲章受賞者、1980年に発表された画期的、歴史小説、バラの名前、リーノミデラ・ロサの著者として最もよく知られる。同作品は、 フィクションの記号論的分析、聖書分析、中世研究、文学理論の要素を盛り込んだ知的ミステリーである。後に発表した小説作品には、風光の振り子、イールペンデロギデ風光、前日島、エル、イズラデルジョーのプリマなどがある。2010年に上司した、プラハの墓地、イールシモテロ DI プロガは、ベストセラーとなった。は、学術書や論文、自動書、 エッセイなども表した。サンマリノ共和国大学コミュニケーション学科創立者、ボローニャ大学大学院人文学研究課長、アカデミアデイリンチェイ会員、オックスフォード大学ケログカレジ名誉フェローを務めた。2016年2月19日、ガンのために84歳で死去した。イタリア北部のピエモンテ州アレッサンドリアに生まれる。父のジュリオは会計士だったが後に、 政府から三つの戦争へ招聘された。第二次世界大戦中、ウンベルトと母のジョバンナは、ピエモンテの山腹へ避難した。サレジオ会の教育を受けたため、作品中やインタビューなどで、サレジオ会や、その創設者について研究している。彼のファミリーネームは、エクスチェリースアブレータス。ラテン語で、天からの贈り物の意の頭文字を取ったものと一般に、信じられている。 これは孤児であった彼の祖父が、死の職員から名付けられたものである。十三人兄弟だった父に、法律家になるよう強く勧められたが、中世哲学や文学を学ぼうと、鳥の大学に入学。トマス・アクイナスの理論についての論文を書き、1954年に学位を取得。この時期に信仰が揺らぎカトリック教会から距離を置いた。その後に、 国営放送局のイタリア放送協会 RAI でドキュメンタリー番組のプロデューサーとして勤務した後、鳥の大学でも講義を行った1956-64。63年グループで親しくなった一団の前衛芸術家、画家、音楽家、作家たちは、その後の作家人生における重要で影響力のある要素となった。 博士論文の延長である初の辞書イールプログレマ、エステティコインサン、トンマー像ー1956年に出版してから、これは特に顕著となった。この著書はまた、母校での教弁活動の出発点ともなった。1962年9月に、ドイツ人美術教師、デナテ・ロムガと結婚、息子と娘を一人ずつ設けた。ミラノのマンションとリミニ付近の別荘の二つを、 拠点とした生活を送った。ミラノに3万冊、リミニに2万冊の増書を誇る。1992年から翌年にかけて、ハーバード大学の教授を務めた。2002年5月23日、ニュージャージー州ニューブランズウィックのラトガース大学よ、名誉文学博士を送られた。イタリア会議論者団体史キャップの会員である。 1959年に2冊目の著作スベロポデル、エステティカメドジェーバル、中世美学の発展を刊行した。これによって波外れた中世思想家としての地位を確立し、その文学活動が価値あるものと、彼の父親にも証明した。イタリア陸軍での18ヶ月の兵役を終え、1959年には、RAI を後にして、ミラノのボンピアニ出版社のノンフィクション編集長と、 なった。1975年までこの地位についていた。中世美学に関する英語の研究が強調するのは、理論と実践の区別である。彼によると、中世の時代に存在したのは、一つには、幾何学的合理性のある何が美であるべきかのスキーまであって、他方には、弁償法的な競争と内法であった。それは、お互いをあたかも一枚の窓ガラスのように、 知りけ合うのだという。当初は読者反応のパイオニアの一人であったが、時を経て、英子の文学理論は焦点を変えた。3年の間、英子は真剣に開かれたオープンなテクストや記号論についての考えを発展させ始めた。そういった主題のエッセイを数多く執筆し、1962年にオペラ、エイプルタ、開かれた仕事を世に送り出した。 その中で論じられているのは真の文学テクストは一連の意味を持つというより意味の領域なのであるということ。またそれらはオープンで精神的にダイナミックで心理学的に研究される分野であると理解されるということである。評価実語学は専門領域ではないのだが、英語はこのように論じている。読みがいのない文学とは 読者の潜在理解力を一面的で明瞭な言葉、すなわち閉じられたテクストに制限するようなものである。その一方で、精神、社会、人生の間で、最も活動的であるようなテクスト、すなわち開かれたテクストは活気に満ちていて、最高のものなのだ。英子が強調する事実は、単に語彙的な意味を持つ単語はなく、発話の文脈の中で作用するのだということである。 これは従来、イギリスのアイバー・リチャーズらによって指摘されてきた子だが、エ子コはこの考えを、言外の意味、元ンにまで普遍した。また発話中の言葉の不定な意味から意味の予測と、保管による作用にまで、意味の軸を拡張した。エ子コがこういった考え方に至ったのは、言語学を通してでありまた記号学によるものであって、心理学や伝統的分析を通してではない。校舎のアプローチは、 ボルフガング・イーザーラのような理論家によるもの、前者は、ハンス・ロベルト・ヤウスによるものである。本格的な理論を発展させたわけではないが、大衆文化研究にも影響を及ぼしている。英語は、バーサス・クワダーニー・ィーアイ、ストディ・セミア・ティスイ、イタリアの学術用語で、として知られるという有力な記号論ジャーナルを、共同創設し、意味論や記号論に関係する学者の重要な、 発表基盤となった。その機関紙の基金や活動はイタリアを含むヨーロッパ全土において、記号論の影響をそれ自体の学術分野として増大させることに貢献してきた。ヨーロッパの有名な記号学者のほとんど、すなわちウンベルトエ子、コ、ジャンマリー・フローック、パオロ・ファッブリ、パトリジア・ビオリは、バーサス上に論文を発表してきた。 記号論の新たな研究展望を扱う若く、無名な学者にもまた、バーサスのほとんど迷子の中に発表する場が与えられている。1988年に、レッジオカラブリア大学で、アレッサンドロビアンキ校長から建築学の名誉学位を受け、ボローニャ大学で、非西洋人、アフリカ人、中国人学者の観点から見る西洋の人類学と、 一風変わった過程を創設した。このプログラムはアフリカ人、中国人学者の独自基準で定義されている。英語は西アフリカのアランル・ピチョンの考えに基づいた異文化国際ネットワーク発展者1991年中国の公衆において地のフロンティアという名の初の会議を開催するに至った。この最初のイベントの後すぐに普遍探求の誤解。 中国についての欧州、中国セミナーが、シルクロードに沿いて関東から北京で開かれた。後者は、最終的に、ザユニコーンザ・ドラゴンという名の本となった。その中で中国とヨーロッパの知識を創造することの疑問について議論している。この書籍に関わった学者は、中国人では、タニージー、ワンビン、ユエダユンなどがいる。ヨーロッパ人では、フーリオ、コロンボ、ジャックルゴフ、 パオロ・ファッブリ、アラン・レイなどがいる。洋の東西の総合知識を精作すべく、ボローニャでの会議に続いて、マリノ・トンブクツで2000年に、セミナーが開かれた。これが今度は、ブリュッセル、パリ、ゴアでの一連の会議につながり2007年にはついに、北京で会議が行われた。北京会議の議題は、秩序と無秩序、戦争と平和の新概念、人権。 社会正義と調和であった。開会公演は英子が言った。プレゼンテーションを行った人類学者は次の通りである。インド、バルビア・ローラ、バルン・ソニー、ルクミニー・バイ・アネア、アフリカ、ムサソウ、ヨーロッパ、ローランド・マーキー、モーリス・オーレンダー、韓国、チャインスク、中国、ホアンピン、チャオ・ティンヤン、有力な法学者や科学者、アントワーヌ・ダムシャン、アーメド・ジェバー、 ディーターグリムもまたプログラムに参加した。国際コミュニケーションや国際理解を容易にする対話への興味は、用の東西を問わず、国際補助後のエスペラントにも関心を抱いている。一方、SNS には孤独を深めるだけと会議的だった。英子の創作作品は、好調な憂い行きを見せており、多数の言語に翻訳され世界中で楽しまれている。 小説はしばしば歴史上の人物や書物に言及し、濃密で難解なプロットは、幻惑的な展開を辿る向きがある。1980年出版の小説第一作、バラの名前は、14世紀の修道院が、舞台の歴史ミステリーであるが、その中で英子は中世研究者としての知識を、ふんだんに用いている。バスカビルのフランシスコ会修道士ウィリアムが、 ベネディクト会の見習い修道士のアドソと共に重要な宗教議論を開催するため設置された修道院での連続殺人を調査するという内容である。英子は読者が神学専門家でなくとも内容を楽しめるように中世の神学論争や異端審問を現代の政治、経済用語へ翻訳することに特に長けている。バラの名前は後にショーン・コネリー。 F. マーリー・エイブラハム、クリスチャンスレーターら主演で映画化されている。この小説の注目すべき事実の一つは、根底をなす殺人事件が、リチャード・バートンによってアラビア語から翻訳された、アラビアン・ナイトからの借用であるということである。また、バスカビルのウィリアムの調査シーンの描写のいくつかは、アーサー・コナン・ドイルによる19世紀の架空の探偵シャーロック。 ホームズの特徴を観骨だったしている。実際、直接、関節を問わず、た作品へ、多くの研究がなされている。それゆえ、それが、メタテクスト製の作品として作用し読者に、謎解きをすることを要求することになる。バラの名前は、ホルヘルイス・ボルヘスへの独創的かつ電気的な、三次でもあり、小説や映画の中で彼は、盲目の修道士であり。 図書館司書であるグルゴスのホルヘ、英語名、ジョージとして表されている。ホルヘと同じように、ボルヘスは書物への情熱に身を捧げて、禁欲生活を送り、晩年は、目が不自由になった。1988年出版の小説、第二作、風光の振り子も好調な売れ行きを見せた。この小説では、例祭出版社に勤める三人の編集者らが、戯れに、 陰謀説をでっち上げようと思い立つ。彼らが計画と呼ぶその陰謀はテンプル騎士団に橋を発する秘密結社が世の中を転覆させようとしているという巨大で深淵なものだった。物語が展開するにつれ三人は徐々に計画の細部に取り憑かれていく。やがて計画を知った部外者たちが三人が本当にテンプル騎士団の失われた財宝を手に入れるための 秘密を発見した、信じ込んでしまい、彼らの遊びは危険なものになってしまう。1994年に第3作目、前日島が出版された。17世紀を舞台とする、この小説で海上に停泊した無人船に漂着した主人公の青年は、船べりから見える島を日付変更線の向こう側の前日にある島と考えるようになる。しかし、泳げない、 主人公は身動きが取れず自分を現在の境遇に追いやったこれまでの反省と冒険を回想するのに時を費やす2000年に第四作目の小説バウドリーノが出版された騎士バウドリーノは第四回十字軍によるコンスタンティノープル略奪の最中、ビザンチン歴史学者ニケタスコニアテスを救う嘘つきを自称するバウドリーノは農家のせがれである自分が フリードリヒ一世の養子になり、やがて司祭、ヨハネの幻の王国を探す旅をするまでの自らの反省を打ち明ける。しかしこの話の至るところで彼は、ペテンやホラブキの才能を鼻にかけ、ニケタスは、そして読者も、彼の話が、どこまで本当なのかわからなくなってしまう。2004年に、第五作目の小説、ジョーロアーナ、神秘の炎、英訳。 ザ・ミステリアス・フレーム・オブ・クイーン・ローナが出版された。昏睡状態から回復し、過去を取り戻す記憶しかなくなってしまった、年老いた、古書商人やんぼぼどにを中心に話が展開する。これが、英子の最後の小説になるという噂があったが、2009年の、ロンドンブックフェアでのインタビューで、自分はまだ、若い小説家であり、この先も、もっと小説を書くだろう。 本人が述べたことで打ち消された。第六作目の小説、プラハの墓地、以後、ビールしもてろ DI プロが、英訳、ザ・プラーグセメタリーは、2010年10月に出版された。英子の作品が示しているのは、マテクスト性、すなわちすべての文学作品にまたがる、相互関連の概念である。彼の小説には、文学や歴史への、巧妙で、 しばしば多言語的な言及が豊富に含まれる。例えば、バスカビルのウィリアムという登場人物は、修道士であり、探偵でもある、論理思考型のイギリス人であり、その名は、オッカムのウィリアムや、バスカビル家の犬を介して、シャーロ・ホームズを想起させる。エ子コは、自らの作品に、最も影響を与えた現代作家として、ジェームズ・ジョイスとホルヘルイス・ボルヘスを挙げている。 オンリテラチャーによる、エドガー・アーランポー作品のシー・オーギュスト・デューパン、アーサー・コナンド・イル作品のシャーロック・ホームズ、そしてチャールズ・サンダース・パースその他によって用いられる、アブダション的推論方法に関する10本の論文集。エウジェニオ・カルミ作が楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。